虫を潰すのがこんなに楽しいなんて今まで全く知らなかったよ。ネリッサを追い払うだけじゃダメなの。また襲ってくるかもしれない。じゃあどうするの？リリアン姫の国を救うには魔法の力を他の人に渡せばいいのよ。誰に？お姉ちゃん？私は力なんか欲しくない。騎士に渡すのはどう？騎士がいるの？もちろんよ。3人の騎士、マット、ハグルス、ナポレオン。リリアン姫、我々があなたをお守りいたします。騎士たちを摂政にしたらいいわ。摂政って何？あんたが大きくなるまで力を預かって使う人のこと。でも私の力なんだよ。自分で使ってちゃダメなの？リリアン、脅かすわけじゃないけど、今すぐ決めないと大変だ。決められないよ、お姉ちゃん。どうしたらいいと思う？私の意見を聞いてる？本当に？そうね、力を預けた方がいいと思う。どこだっけ？あった！マット、ハグルス、そしてナポレオンよ。私リリアン姫は力をあなた方に預けます。我が国の聖将となって、私の国の名前なんだっけ？地球。うわぁ、大きな国だ。あなた方は地球の聖将です。私の王国を、妖精たちを救いに行きなさい。王女様のご命令のままに。悩んでしまうよ。お前たちを粉々に砕くか、それともドラゴンの餌にするか。ブレンダー、ブレンダー、すごくおかしな夢を見たぞ。俺たちは城に住んでるんだ。それで静かにしてよ、マルコ。お城に住みたいなら住めば。わあ、身長3メートルになった気分。168かな。どうしたんだろう。ドラゴンもいないし、お城も消えた。まさか地球の心が力を吸収されたのか。誰に吸収されたかわかるかな。シェイゴン。リリアンは我々にパワーを与えたんだ。ほら見ろ、この昔の姿を。我々にパワーを与えただと？俺とハグルスとナポレオンだ。懐かしいだろう。会いたかったよ、かわいいお前。一緒にガーディアンどもを倒すというのはどうだ？昔と同じように。答えは、悪いな、メリッサ。主が変わったんだ。我々の主は地球の心。その領土を脅かす者は決して許さない。その昔の姿すごく怖いんだけど。昔の姿に新しい心。今はシェーゴンに変身しているだけさ。好きな時に元に戻れる。中身はマットなんだ。力の源は憎しみじゃなく、リリアンのパワー。なんかガーディアンみたいね。だろ。俺たちが組んだら最高だ。こんな炎で私は止められぬ。我が紋章の力はクリスタル2つ分。目を覚ましなよ、ネリさん。今はこっちだって2つ分だよ。他の世界には他のクリスタルがある。その全ては守れまい。すぐにお前たちは自分の身すら守れなくなる。ネリッサはもうリリアン姫の力を奪うことはできません。姫が3人の摂政に力を渡したからです。3人は姫が大きくなるまで地球王国を守り続けることでしょう。そしてもう一つ、姫のお姉さんはいつもそばにいると約束しました。二人を引き裂く敵から姫を守るために。そして二人は幸せに暮らしました。さてと、ツナ缶はどこかな。ただいま。何かすごいことはあったか？何も、いつも通りよ。